もうすぐニアケリアか。どんなところなんだろう。いいところなの？うん、私は気に入っている。瞑想すると力が研ぎ澄まされる気がする。落ち着けるところだ。へえ。ちょっと休憩。岩場歩きで足痛い。到着してから休めばいいだろう。そう言うなって。ニアケリアは逃げやしないさ。な、休もうぜ。え？うん、じゃあそうしようか。アルフィンめ、いらぬ気を回すやつだ。お疲れかしら。油断しすぎ。何者だ。教えてあげない。何のつもりだ。どこかしらね、あなたの大事なものは。渡してもらうわよ。断る。もう果てそう？言っておくが、まだ私の手の内にあるとは限らないぞ。そう、そういう態度なのね。どう？痛いでしょ。素直にアリカを言った方がいいわよ。無駄だ。私にとって痛みは恐怖にならん。なら一緒に来てもらおう。誰？今はこの子にご就寝なのかしら。話してくれよ。どんな用かは知らないが、彼女俺の大事な人なんだ。近づかないで。どうなるかわからないわよ。誰の差し金だ。それとお前の名も聞かせてもらおうか。女に名前を教えるなんてつまらない。それよりあなたをいじめる方が楽しそう。後でもっと遊んであげるから楽しみにしてなさいね。あら、この子は見殺し？ひどい人。乱暴だな。そう言うなって。とにかくこいつを片付けようぜ。来るよ。気をつけて。そっちだ。挟み撃ちだ。はいはい。やってはいけない。やってはいけない。これでとどめだ。エンペンジーか。エアリアルファイヤー。了解。
決まったな。こんなことができるなんて。使いこなせば強力な武器になるな。また強くなっちゃったよ。魔物が岩に擬態してたのか。よく気づいたな。魔物があの女でなく、まっすぐお前たちに向かうとは考えなかったのか。それでもよかったんだ。そうすればアルビンがあの人の死角に入れる位置だったからね。すごいな、あの一瞬でそこまで。大したものだ。誰にでもできることではないな。僕にしかできないこと。ありがとう、ジュード。アルビンも。あ、そうだ、さっきの人は？優等生、悪い奴まで気にしてたら言いくれるぞ。ほら、行こうぜ。